はい、行きましょう。縄張りバトルホッケフト。北斎フュー使っていきます。行きましょうか。フレンド合流ご希望の方は、この動画の概要欄見てみてください。さあ、行くぞ。結構ね、頻繁にフレンド合流やってるんですよ。よいしょ。今回もおそらく2試合目からフレンドさんが来るんじゃないかなと、密かに思ってるところです。お。おぉマジか。そう、やりおるわ。こっちから行こう。そうか、3手おるんか。おいいね。危ない危ない。ちょ、また。うわぁ、相打ちか。飛べるかなぁ。ここ、際どいなぁ。飛んじゃえ。お、ナイス。やばい。うわー、くわー、激しい。これは飛べねえな。これは飛べねえ。仲間囲まれとるわ。ちょっとでも、無駄。危ねえ。危ない。ふぅ。いやー、危ねえよ。よし。ああ、よかった。うん。じゃあ、このまま、行きましょう。いやー、怖いね。強いね。敵さんもね。ゆうちろさん合流ですね。まあ、北斎をメインで使うことはなさそうだな。今んとこローラーもメインで使う感じは多分ない。途切れた。よし、もう、あれにしよっか。どうしたかな。ジェッカスにしよっか。んで、インク効率。攻撃力。悩むな。インク、これいいね。うん。インク効率か。吸い上げるのもいいよね。インク効率。うん。まあ、これでいいや。これでいこう。OK。
今ね、ジェットスイーパーカスタム練習中なんですよ。なんかうまく使えるといいなと思いましてね。ジェットスイーパーカスタム、これいい組み合わせよね。ちょっと使いこなせるようになりたいんだよ。基本的にはね、やっぱデュアルスイーパーカスタムなんだけどね、おハッチーさん50、デュアルスイーパーカスタムが、まあ、一番馴染みのある武器なんだけどね。で、ちょっと前まで、まあまあ今日もちょっと練習したけど、寿司コラとかね、もうちょこちょこ練習はしとる。全然使いこなせんのだけどね、使いこなせるようになりたいなと思って、まあ、ちょこちょこ練習はするよ。でね、このジェットスイーパーカスタム、今の俺に足りないものがかなり揃ってんだよね。おっと、なんとクイックボングの使い方とダイオウイカの使い方が全然なってないんで、あ、ちょ、全然ね、関わらずに来てるけさ、クイックボムと、あれをね、あれを。おぉ。やばい。うわ、嫌なもんつけられたな。あれはいかんな。ますか。めんどくせえなぁまずめんどくさいんだけど、あーヒラッとするわヒラッとするわ。あー飛べねえな。でもそろそろ抜けれるだろこれ。よし、うわーもうこれやばい、これやばいけどつけんぞ俺は。このギアを、これを防ぐギアを今のところつけない。よっしゃ行くぞー。お、おるね。マジか。おお。おー危ない、うわっ、さあ飛べねえかな、これなんとか飛べないか。よいしょ、やばいやばいしっそ、おると思ったらおらんかった。はあ、これはでもなんとかいけたのか。おー、ありがたい。ふぅ、よし、じゃあ終わりましょう。ありがとうございます。